皆さんこんにちは、瀬尾です。瀬尾潤のレッツ話43回目、1995年セカンドステージのお話ですけども、もう話は福田選手が得点王になるかどうか、という話になっています。福田選手のこの年の得点王の歩みっていうのは本当に終盤になって、単独レースみたいになってきたんですけど、単独レースといっても単独首位じゃなくて4点差を単独2位で追いかけるわけですよね。だからスキラシ選手がもうその首位の31得点で帰国してしまったということは止まってる、非常に目標としては定めやすいんですけど、プレッシャーもありますよね。で、残り試合多いかというと6試合と多くはないですから、微妙な感じですよね。で、福田選手よく言ってたんです。フォワードとしてもちろん毎試合点は取りたいけども、最低でも2試合に1得点は取りたいと、半分の確率でも6試合で4得点以上っていうと、その半分の確率より多いわけですから、決して簡単ではなかったんだろうなと思ってます。で、第21節はホームの横浜マリノス戦です。ちなみにこの時点でもうスキラチ選手が帰国しちゃったってことないので、まだ分かんないんですよ、それは。で、この年マリノスとの試合って接戦ばっかりなんですよ。ファーストステージの最初の試合アウェーで、3対2で V ゴール勝ち、それからホームでは2対1のやっぱり V ゴール勝ち、セカンドステージ第1戦のこれはアウェーでしたけども、アウェーですね、1対3で逆転負けです。そしてこの第21節ホームの横浜マリノス戦は2対2の延長でも決着がつかず、PK 勝ちです。レッツは杉山浩一選手とバイン選手が得点したので、福田選手の得点はなしでした。第22節ホームのジェフ市原戦です。前半に先制されますけども、後半福田選手とバイン選手のゴールで逆転勝ちして、福田選手3試合ぶりの得点で28点目。本当この頃ね、ドキドキしてました。で、23節アウェーの名古屋戦なんですね。で、名古屋って当時2位だったんです。で、この試合ね、4対2でレッズ勝つんですけど、福田選手なんと2点を挙げて通算30点の大台というよりも得点王のラインまであと1に迫るわけです。で、名古屋との試合って93年のJリーグ開幕から、毎年4回ずつやってますから、これが12回目なんですね。で、これが2勝目なんです、名古屋に勝って。しかも、その前の1勝っていうのはホームで120分やって PK 勝ちなんで、アウェーで勝ったのってこれ、6試合目で初めてなんですよ。アウェーで名古屋に勝ったのが初めてという相性の良くない相手に対して、4対2という勝ちもそうなんですけど、福田選手が2点を挙げて勝ったっていうのはもう二重の喜びでした。そして24節ホームで鹿島を迎えます。鹿島アントラーズを迎えるんですけど、レッズ結局3連勝で6位まで順位を上がってきたわけですよ。で、鹿島は順位1つ上の5位だったんですけど、あんまり順位っていうのは二の次で、とにかく福田選手にあと1点取ってほしかった。でも試合は宇部バイン選手がこの試合その前までの警告累積で出場停止だったんです。若干攻撃が単調になったということもあると思うんですけど、なかなか鹿島ゴールを割れないでですね、鹿島が先制して0対1で迎えた後半35分、福田選手がエリア内で倒されて PK をやるんですね。これまで福田選手 PK ね、キーパーに止められたことはあったと思うんですけども、あとPK 戦で外したこともあったかなと思うんですけど、枠を外すってほとんど見たことなかったんです、キックがね。で、これはもう31点いくなと思って、こう固唾を飲んで見てたわけですけども、福田選手もそういうことを意識してもう緊張をピークに達したんでしょうね。キックはね、バーをね、信じられないけど大きく外れてしまうんです。もう蹴った瞬間に本人が頭を抱えるぐらいのものでした。で、結局試合にも0対1で敗れて、福田選手も30点でまた足踏みしていたということです。この鹿島戦の後、ホジェク監督は個人タイトルが欲しかったら陸上競技でもやればいいじゃないかという厳しい言葉を、言ってました。自分の得点王を意識しすぎた福田選手を批判したわけですけど、確かにもしこの鹿島戦勝っていれば、残り2試合しかないんですけど、ファーストステージより上の2位になる可能性、あるいはファーストステージと同じ3位になる可能性が
あったんですね。それが普段の彼なら福田選手なら外すことがない PK あのミスをしたするはずのないミスをしたっていうのを監督が戒めたんだろうと思います。相変わらず厳しいこと言うなと思いました。で25節、まあ、ラストの一つ前ですね、アウェーのヴェルディ川崎戦です。で実は名古屋と同様ヴェルディにも93年からそれまでアウェーで勝ったことなかったんですよ。あの勝ったのはホームで2回だけです。で2回とも、93年が PK 勝ち、それから95年この年も国立でしたけど PK 勝ち、これも名古屋と似てるんですけど、ただちょっとレッズに有利かなと思ったのはヴェルディがこの試合 2試合前の23節でセカンドステージの優勝も決めていたんですよ。だメンタルにちょっと変化あるのかなと思ってました。でちなみに23節っていうとレッズが名古屋に勝った日ですよね、で名古屋2位だったわけで、要はあのレッズはヴェルディの優勝をね結果的にアシストしたことになるんですけど、まあそれは別に関係ないと思いますけど、さてこの試合前半ね PK を2本ヴェルディに与えてしまうんです。ところがまあ名手ですよね、キングカズ三浦知良選手が2回とも失敗するんです。1回目は、ゴール左にもギリギリ外れました、右かもしれない、どっちか横に外れました。1回目がそれですね。で2回目はゴールキーパーの土田久志選手が止めました。そしてその後、前半のうちにユーベバイン選手はフリーキックを直接決めて、先制しました。でまあ後半になって試合が進みます。あのレッズ勝ってるんですけど、まあ、正直言いますけど勝敗どうでもいいと、たとえ負けてもいいからもう福田に1点取らせろと、そればっかり正直考えてました。ただやっぱりそういうふうな、ね、願いというのは間違いだったのかもしれないですね。やっぱ勝利を目指す、その上で全員が必死に戦う上で福田選手がゴールを取るということがことを願わなくちゃいけなかったのかなと。でまあ僕はそう願わなかったんですけど、チームはその通り後半42分ですね、左サイドを突破した中島武史選手の折り返しを福田選手がヘッドで決めて2対0と勝利決定的になったわけですね。でもちろんこの時2万人ぐらい人が観衆がいたんですけど、まあ轟ですから1万人近くレッズのファンサポーターいたんじゃないかと思うんですけど、その人たち全員の喜びはあの2対0でこう、ダメをしたというかリードを広げたことよりも福田選手が31得点目を決めて得点を確定したと、もうそのことの一点につきますよね。試合が終わった後挨拶に来た福田選手のそのほっとしたような笑顔すごく印象的でした。で残る1試合で単独得点王を目指す福田選手の次回はまたこの次です。